海外振り付けも初めてなんで、まあすごい不安もちょっとあるんですけど、まあ楽しんでいっぱいいろいろ吸収できたらなと思ってます。Good. Okay. Yes. Good. What's up? Okay. Then you're gonna go spin, probably. まあ、いつも僕 YouTube で曲探すとき探すんですけど、まあ、この、まあ、たくさんそのエデンの東とかも使ってる選手もいましたし、ですけどこの選手が使ってたからっていうよりかは、なんかもう自分で YouTube でいろんな曲聴いてて、で、まあ、エデンの東出てきて、まあいいなというか、まあ、純粋に思ったので、あまり深い理由がないかもしれないですけど、自分のスケートに合うかなっていうか。あ、自分のスケートに合う。I feel he is very stiff like this. You know, like you're always like this. Yeah. With the chin, yeah. Like. Yeah, too. A movement of the arm is not just the arm, it has to be like the body.腕が毎回同じ形なんで、なんかこの辺がもうちょっと指先とかちょっと表現変えたりしたらいいのかな。Maybe like that, in, so you change from that to that. Yes, good. なんか映画の音楽らしいんですけど、スペインの映画かな、わかんないですけど、の映画のサントラっていうか、すごく今までにない自分がやったことないような、雰囲気の曲で、ですごくいいかなと思って、これやってみたいなと思って、ちょっと大人っぽいというか、そういう風な雰囲気は感じるん でだからしっかり滑りこなして、完成させればやっぱかっこよく、かっこいい演技になるのかなと思うんですけど、やっぱ、まあもっともっとそういう演技をできるように頑張らなきゃなと思ってます。
So, and I learn a lot. So it's good that he has the opportunity to come over, to skate with us. And yes, like indeed, I realized that from the first day when he was like really, you know, like contracting completely all the muscle of the body. And now like he is more loose and more like, you know, he let it go more. So, and that's what is very, very important. And it's beautiful to watch. Right? It's like it's a beautiful skating. 振りを覚えるっていうよりか、もう本当にパスカール先生のもう真似をしているような感じで、まあ、自分が思ってるっていうか動きやすい動きでやってるとやっぱり前と変わらないし、でそもそもそんなに上手くないしなのでやっぱりその本当に上手な先生の真似をして少しずつ動きも変わっていけたらなって思ってるんで。ティム教えるとか言って怒られますよね。実際去年の全日本9位なんでね、もう日本の中でももう僕より上が8人いて、うん、それはもうねしっかりしなきゃなと思ってますし、うん、だから、うん、次のシーズンはそういうその全日本でしっかりパーフェクトな演技して、代表に選ばれるように頑張りたいっていう目標があるんで、本気でやらないと、まあ、僕は、ね、そういう結果残せないと思うんで、しっかり本気でやんなきゃなって思ってます。